皆さんこんにちは、まえチャンネル前原です。です。はい、今日はですね、皆様にご報告しなければならないことがありまして、動画を撮っております。私ですね、まえチャンネルの動画の編集中にチョコレートを食べてしまっておりました。大変申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。それだけにはとどまらず、なんとコーラも飲んでしまっておりました。大変申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。8月の末にマイティというですね、マイチャンネルが好きな方々のですね、名前を決めたにもかかわらず、こんなですね、行動に走ってしまったのは、私の心の弱さ、それだけだと思います。本当に申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。マイティの皆様にですね、何かこう、けじめをつけなければならないなと思いまして、2018年の10月21日をもって、マイチャンネルは、10月21日に、ハイタッチ会をします。イエーイ、ハイタッチ会、ハイタッチ会って何？ハイタッチ会、ハイタッチ会ってなんだろうね。まあ、こう、ハイタッチイエーイってするんだけど、まあ、要は、よくさ、アイドルとかであるでしょ、握手会、ああいうやつですね。なるほど。こんなみんなとこハイタッチ会するんだけど、これを行うのがですね、東京ドームシティで今開催されているユーフェス遊園地、これにですね、10月21日、第2部1時から2時まで、13時から14時までね、の分に、ね、我々が出演させていただきます。はい、はい、これね、一応ね、100名限定らしいのよ。100名限定、うん、でも多分100名も来ないんじゃないかなと思ってて。そうだね、うん、まあ、100名を想定したハイタッチの時間だから、実際は多分少ない人数であればその分皆さんとコミュニケーションが取れるかなと、もしくは何かね、ハイタッチ以外の企画をですね、やるかもしれないので、ぜひですね、10月21日予定を空けて来ていただけると大変嬉しいなと思いますね。はい、それでちょっとここからが重要なんですけれども、このユーフェス遊園地にですね、入場するためにチケットが必要なんですね。うちらのハイタッチ会は別にお金かかるわけじゃないんだけど、ユーフェス遊園地に入場するのに、大人の方が2400円で、子供の方が2000円かかってしまうんですね。はい、これ前売り券がですね、まだ発売されてません。説明概要欄の方にURL 貼っておくんですけれども、そこからですね、飛んでいただくと、ハイタッチ会っていうページが出てきます。でそこにね、応募はこちらっていうのがあるの、でこれをタップすると、チケットピアのページに飛びますんで、そしたらその中から選んでください。現時点ではないよ、まだ、いろんなクリエイターさんの名前がありますんで、マイチャンネルのところを選んでもらってで購入するっていう形になりますかね。はい、ということでですね、まあ、チケット発売の時になったら、僕もツイッターとかで多分発信すると思うんだけれども、ぜひですね、マイティの方と直接触れ合える機会あんまりうちらないので、来ていただけると大変嬉しいなと思いますね。はい、多分いっぱい話せると思うんだ。100名も来ないと思うんだけどね。100は来ないでしょ。いや、来たらもうパパ多分泣くよ。パパ泣くと思う、来たら。ぜひお時間がある方はいらっしゃっていただけると嬉しいなと思います。はい、はい、ということでですね、今回はですね、わざわざパパスーツ着て、エイシン君襟のあるシャツを、長袖のシャツを着てですね、ちょっと釣りっぽかったかな、ごめんなさいね、重大発表させていただきました。はい、はい、ということで最初すごいね。いや、ね、多分この動画の最後にね、NG シーンあると思うけど、めちゃくちゃNG シーン笑っちゃった。めちゃくちゃ失敗しまくったね。はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか、ハイタッチ会行きたいと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。前チャンネルの編集中。なんで笑っちゃったのか。今日はですね。くしゃみが出そうだ。私ですね。なんで笑っちゃうのよ。あれおかしいな、さっき練習してる時は全然笑わなかった。何練習してたのさ。練習してたんだけどな。もうね。ご報告しなければならないことがあります。はい、
やめてよ、やめてよ。それだけにはとどまらずですね。それだけにはとどまらず、なんと、それだけにはとどまらず、なんとコーラも飲んでしまった。やっぱり順調だけど全然止まらない。はい、行きます。